重慶の陳情者、董光栄氏が2011年に重慶女子労働教養所に監禁されている間、ファルゴン学習者の女神氏が不法に臓器を盗み取られて死亡したことを目撃したと海外のメディアに暴きました。当時46歳だった女子は、かつて重慶合泉電力会社の従業員でした。2011年9月末、女子はファルンゴンの真相を述べたチラシを配布したことを理由に、重慶女子労働教養所に監禁され、連続して十数日間拷問されました。然后叫他写出捐献器官的志愿书，他不写，不写他们就把他们全身扒光，用一个小小的机器把嘴巴给他震起，用泉水瓶子灌了十瓶水。これらを目の当たりにしたのは重慶の市民董光栄さんです。2011年、町で果物を販売していたところ、都市管理員とトラブルが発生し、女神氏と同じ労働教養所の四大隊に監禁されました。2011年10月20日、董氏は刑務所の警官に明け方まで体罰を加えられました。その時突然、4階から女さんの悲鳴がはっきり聞こえてきました。他在挖眼睛的时候是2011年4月20凌晨2点个七，我看到中的他的惨叫声惊动了整个四大队，活挖我的眼睛啊！他这个叫声惊天动地，就是两三点嘛，听着很凄惨、很恐怖的一声惨叫，那个吓得你都睡不着了，都说是吓醒了。那我们是在二楼，他坐的是四楼，就听到是惨叫声，就听不到，就是说他喊的是什么。那个灯光因子也关在四楼，可能就能看到、听到一些东西。今年になって。都市が表に出てきて証言してから、人々はやっと女神氏の死亡は普通ではなかったと知りました。这个徐峥啊，开始被毒打的时候，是为了让他在自愿捐献纸上面签字，这就说明了就是中共所说的自愿捐献的自愿，很可能是酷刑的结果。徐峥的器官到哪里去了？尸体是否交给家属了？家属看到的尸体是怎么样的？有没有器官在里面？大紀元のウェブサイトでの2011年の報道によると、女神さんが死亡後、労働教養所は家族に通知しませんでした。しかし、女神さんが亡くなって1週間後、同労働教養所の警官、ユー・ギョーカさんは、他の受刑者に、すでに処理した、追及されることはない、と告げました。活在器官、難察是難察在、一個政權用他的政權的力量在保護这些罪犯。一体誰がこれらの犯罪者を保護しているのか。元重慶市委員会の書記、白吉来が以前ドイツを訪問した際、白吉来に秘密裏の調査電話をかけ、彼が調査員の質問に答えた記録が残っています。調査員は、ファルンゴン学習者がドイツに白吉来が生体臓器狩りに関わっていると抗議したので、ドイツは接待の規範を下げるかもしれない、と伝えました。すると白吉来は激怒し、思わず生体臓器狩りは江沢民の命令だと口にしたのです。官方把这个法轮功这个活体摘除器官这个事情，是您自己您的命令还是江泽民的命令？しかし、この深い闇は中国全体においてどれほどの規模で存在するのか。専門家はさらに多くの事情を知っている人々が出てきて。共に生体臓器狩りというこの未だかつてない巨大な邪悪を告発し、制止しようと呼びかけています。